大学、短大への進学を考えている高校生やその保護者の方にとっての関心は、今時の大学生たちが経済的に見てどんな生活を送っているかということでしょう。そこで2012年に全国の大学生約8600名に対して行ったあるアンケート調査結果から気になるデータを紹介してみます。気になるのは下宿生の生活費実態。例えば下宿生、支出面でいうと自宅生の2倍を超えています。その中でも最もお金がかかっているのは住居費です。次に食費ですが、ここ何年も低い水準が続いており、1ヶ月2万2900円という金額は1970年代並みという下宿生の生活の大変さを物語るシビアな結果が出ています。収入面では、下宿生の収入のメインとなるのは仕送りの69,610円、アルバイト料などは自宅生のそれを下回っています。地元から離れて知らない土地で、しかもそこがあまり都会でない場合、なかなかアルバイトも見つからないという状況もあるのでしょう。